フー伝承館、杉浦委員は、山梨県中駒郡昭和町最上神殿にある、大正時代の医師、杉浦健造とその娘婿であるサブロウの業績を伝えるために、昭和町が2010年に2人の委を復元して、開館させた展示施設である。杉浦健造と杉浦サブロウは、日本重血急中症の治療と、病気予防の知識啓蒙活動を行い、 さらに病気の中間宿主である宮入り害の撲滅のために資材を投じて活動を始め、やがてそれは官民一体による地方病撲滅運動に発展した。甲府盆地の一部には手足が痩せ細り、腹水により腹部が大きく膨れ、最終的に肝硬変などを合併し死亡する風土病があり、発病したら回復することのない原因不明の起病として、 古くから恐れられていた。1913年に至り、ようやく、宮入り街を、中間宿主とする日本重血球中が、体内に侵入することが原因であることが、特定された。中駒郡西条村の杉浦健造医師と健造の、娘婿である、サブロー医師は、代々同村で開業医として、多くの同病患者の治療に当たっていたが、 この疾患が特定の条件下での経費感染によってのみかかる寄生虫病であったため正しい知識を住民に伝え予防が重要であることの啓蒙活動を行ったしかし感染防止の難しさを目の当たりにし資材を投じて見合い以外の撲滅への活動を始めこれが地方病撲滅運動から山梨県地方病撲滅規制組合の結成とつながった 杉浦委員の診察室医療器具も当時のまま保存されている杉浦委員はサブロー医師が亡くなった1977年に閉院されたが2010年に杉浦家の土地建物を昭和町が購入し同家よりすべての収蔵品の寄贈を受けた昭和町では地方病の研究治療に障害をかけた両医師の業績 病気に立ち向かった先人たちの足跡を後世に伝承していくために昭和町風土伝承館杉浦委員として2011年11月16日に設立公開した診察室や調剤室には実際に使用された顕微鏡などが残されているほか予防啓蒙のためのポスターや診察記録など当時の様子を伝える資料が展示されている 杉浦委員の敷地には委員として使用された建物以外にも明治中期に建設された複数の建造物が残されており2012年8月に国の登録有形文化財に登録された登録有形文化財に登録された建造物は杉浦家住宅主や杉浦家住宅旧委員杉浦家住宅屋敷倉杉浦家住宅土蔵 杉浦家住宅内屋の合計5件である。ありがとうございます。